こんにちは、まーです。今日はですね、ちょっと実家からお送りしているので、ちょっと小声でね、聞き取りにくいかもしれないんですけど、すいません。どうぞよろしくお願いします。今日は、ハイキュー、タッチザドリームの配信日予想について話していきたいと思います。今、ツイッターフォローしてくださってる方は、わかると思うんですけど、毎日ですね、このように、日向翔陽の立ち絵と、3D チビキャラモデルが右側に出てる、このような画像が毎日更新されています。スタメンだけなのかなと思いきやですね、普段控えのことが多い縁の下くんとかも出ていました。でさらにですね、選手だけで終わりなのかなと思ったらですね、このように美人マネージャーも出てました。この後の八千さんも、出てたんですけど、でさらにですよ、コーチの鵜飼コーチも入ってました。そしてたけちゃんも入ってました。ここまで全部出してくるんだと思って、じゃあカラスの高校もできたし、次どうなる、タコ来るかって思ったら、11月28日月曜日の本日からは成城及川くんが登場しました。いや、この流れでいくと、今までのね PV の中にもあったんですけど、例えばこれ、ちょっとね、画質荒くてね、申し訳ないんですけど、カラスの高校出てますよね。で、今んとこ、選手、マネージャー、コーチ、監督兼顧問っていうのかな、たけちゃんまで出ました。成城登場しましたよね。ってなると、及川くんもはじめ、ここに出てるのを数えただけでも、1、2、3、4、5、6、7人いますよね。金髪の狂犬ちゃんもこの中にはいないし、その辺も出てくるのか、わかんないんだけど、監督とかもね、出てくるかわかんないけど、ひとまずここで言ったら、7人いますよね。で、次に、鉄壁の伊達校ですよね。こちらも、ここに主なスタメン、7人いますよね。猫間高校もですよ、7人。みんな7なんだけど、で、この袋谷学園も7人。これが、今んとこ PV に出てきた学校なんですけど、これらを、この出てるスタメンの選手だけを足しても、7、4、28で28人いるんですよ。今日からその28が始まったんだけども、及川くんからね。ってなると、ここに監督とかマネージャーとかが、コーチとか、含まれるかっていうところを踏まえたとしてもですよ。最低でも28日後。ただ、このキャラたちが、ツイッターでできた後に配信日がドーンっていう可能性もあると思うんですよ。例えば配信日ドーンって出てとか、あとはその前にゲームシステムやらを段階的に踏んでって配信日ドーンってくるか、どっちかだと思うんですけど、だからこのキャラたちが全員できたからといってすぐ配信っていうことではないと思うんだけど、今から最低28日後に何らかの新情報が更新されるのかなって、あくまでね勝手に予想なんですが、少なくとも配信日は本当リリースとは言っているものの、早くて12月末か1月頭年内の配信はないんじゃないかな、この流れというふうに勝手に思ってはいるんですが、だから年明け1月、中旬とか上旬あたり行くんじゃないかなって、なんか年末に配信スタートは何かしら大変なんじゃないかなっていう、勝手な、みんなが休みたいじゃん絶対っていうのがあるから、現実的に考えるとやっぱり1月上旬から中旬あたりに配信予定なのかなって、年末にいついつ配信予定ですっていうもう時期が発表されて、12月中早くてもで1月から配信開始っていうのが濃厚なんじゃないかな。このハイキュータッチザドリームの公式ツイッターも、関係ないかもしれないんだけど、2021年12月から利用してんだよね。ツイッターを始めて1年後ぐらいに配信日が分かってもおかしくないんじゃないかなっていうことで、私の勝手な予想は12月末ぐらいに配信日が決定、1月上旬から中旬ぐらい、遅くても1月末、1月中には配信開始になるんじゃないかなという予想をしております。ということで、皆さんどう思いますか？私はもう本当に楽しみだから、もう毎日考えてるのね。いつだろう、いつだろう。
なんかこの毎日立ち絵と 3D チビキャラモデルも出てくるじゃない？明日は誰かなとかさ、毎日ワクワクしてるんですけど、過去のツイートにちょっと遡るんですけども、事前登録者数が15万人をね、突破したっていうことでお知らせ出てたんですけども、これ以降はね、何も出てないから、15万人で止まってるのかな？もしかして。超えてたら発表されるよね。もっとガーンって事前登録増えると思ったんだけどね。まだ知らない人もいるのかな？ちょっとね、そこがわかんないけど。はい、ということで、今日はですね、私の勝手なハイキュータッチザドリームの配信日予想でした。勝手にね、予想して申し訳ないんですけど、ぜひね、皆さんの予想だったり、希望だったり、書いていただけると嬉しいです。コメントお待ちしています。よければ、チャンネル登録と高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。